去年寸でのところで実現しなかったケンタッキーダービー出走馬の調教師さんとしてチャーチルダウンズに立つ、もう本当に近くまで来ました。今の心境をお聞かせください。そうですね、当日泣いちゃうんじゃないかと思ってそれを心配してます。日本の馬が人気馬の一頭っていうのは我々競馬ファンからするとそれだけで胸熱なんですが、あの先生もそういうお気持ちですか？もちろんですね、やっぱりずっと昔から見てきましたからね、いよいよこういう時代が来たのかなというふうに感じています。あのドバイからここへの輸送日っていうのは先生選択できたんですか？できなかったんですよ。本当はもう少し早く移動させたかったんですけども、やはりドバイにほぼ10日間置かれたんで、それはちょっと、痛かったですね。で、八木先生ご自身火曜日に入られて、今日実は水曜日の朝なんですが、久しぶりに馬をご覧になった感触はいかがですか？馬の馬体自体、いわゆるルックスは非常にいいと思いました。あのサウジはちょっと良くなくてドバイで上がってたんですけども、やはりそれに近いものはあると思います。実質的な追い切りは火曜日の朝済ませました。これは予定通りですか？はい、あの馬場状態を見てスライドも考えたんですけども、馬場が意外と悪くならなかったんで、あの予定通り火曜日にやりました。そして水曜日の朝はパドックのスクーリングということで、馬場に先生のお姿がありました。背中の感触はどうだったですか？いやもう素人ですからね、馬乗り分かんないですけども、僕が乗って今まで過去に海外で僕が乗ると3戦3勝なもんですから、あのスタッフがみんな乗ってくれ乗ってくれと言うんで、はい、楽しみました。どんな戦略で臨むかっていうのは酒井騎手とはもう何度もディスカッションをされてるんでしょうか？まあ、やはりね、あまり後方になってはチャンスがないかなというふうには思ってるんですけども、まあ、どれだけの位置を取れるか、それほど、点に速いタイプではないんでね、そこら辺をよくまた流星が来たら、一緒に考えたいと思います。あとこれはもう言ってもしょうがないんですが、どうも前日にかなり雨が降るという予報が出てるあたりはかなり心配ですか？そうですね、それは本当は嫌ですね。あのいい馬場でやりたいなっていうふうに思っています。本当に歴史的快挙がすぐ目の前近いところにあると思います。日本でも早朝からたくさんのファンが応援を送ると思います。ファンに一言お願いします。そうですね、正直そんなに簡単なことではないなっていうのは、確保しています。ただその中でもやはり勝つことだけを考えて、スタッフ一同頑張ってますんで、朝早いですけれども日本から応援よろしくお願いいたします。今日は6ファから行ってで姉妹強めに流すような形だったんですけど、最初に誘導馬の後ろにつけてキックバックを浴びせるようにして、で馬自体も問題なさそうだったんで、で姉妹の動きもすごいリズムよくいい動きをしてくれたんで、形的にはすごい良かったです。テオパスワード日本での2戦は、番手とあと逃げてという競馬であまりキックバック受けてレースでは受けてないんですけれども、やはりレースプランではそういった馬群の中段からとかそういったものを考えていらっしゃるんでしょうか？そうですね、ケンタッキーダービーは特にすごいペースが点から速くなるので、で話し合先生とも話した感じなんですけど、別に前走とその前のレースもそうなんですけど、あまりペースは速くなかったのでああいう形になったんですけど、まあ、別に中段でも本当に速いと感じるなら馬のリズムを重視してもいいのかなと思ってます。テオパスワードまだ2戦しかしてないというところで、まあ、2戦2勝でそこ見えてないと思うんですけど、この馬の強み、ここが強そうだなというところあれば教えてください。そうですね、その追い切りの感触でもスムーズに動けてましたし、その背中の動きだったり歩様だったりすごい今のところ問題は全然ないんで、そうですね、どのような展開になるかわからないですけど、すごい楽しみでしかないです。それでは最後にケンタッキーダービーの意気込みを教えてください。そうですね、ここ去年今年とこういったチャンスをいただけているので、まあ、去年もそうだったんですけど、ただ挑戦するので、そのただレースに参加するだけではなく、できるだけいい結果を取れるように、日本馬で2着を取れるように頑張りたいと思うので、応援よろしくお願いします。今回は初めての遠征となるんですけれども、実際にこちらに着いてから、現在の体調はいかがでしょうか？
私もこの今日着いたばっかりなんですけども、スタッフからの連絡でもうトレセンにいるよりも落ち着いてると聞いてました。まあ、見た感じも本当いい状態で過ごしてたと思います。このチャーチルダウンズのババに対しては、帝王パスワードこなせそうだなと感じたところなどありますか？動きを見ている感じでは問題なく走ってくれると思います。実際に先生がババを見て、どういったババな、どういった特徴があるなというふうに感じましたか？今日前回見たときはあんま雨降ってなかったんですけど、今日はちょっと重ババで見たらやっぱり粘土質が強いババだなとは思いました。こういうふうなレース展開になってほしいなというような何か期待というか、ありますか？揉まれても臆せない競馬でしっかりとした自分のペースを守ってもらいたいです。2戦2勝とそこが見えないままここに向かうわけですけれども、テオパサラのどういった部分に一番期待していますか？経験はないんですけれども、その成長分というところにこの馬には期待しています。では最後に意気込みを教えてください。もうここに来るだけでも夢のような話なんですけれども、不甲斐ない競馬しないように頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。